こんばんは、 YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。今日は月曜日ということで、関東地方はちょっとね、風が強くて、で夜はさらに寒かったりしましたけど、皆さんは大丈夫だったでしょうかね。風はね、ほんと怖いですよね。というわけで今日もよろしくお願いします。この番組はゲーム実況系 YouTuber であるかぐわが YouTube 界隈のニュースや話題、また動画制作の裏側をゆるうりとお伝えするラジオ番組です。 Apple Podcast、 Google Podcast、 Spotify、 YouTube などで配信していますので、どうぞ購読してみてください。さて今日はですね、唐突なんですが、グルメネタです。まあ、全く YouTube と関係ないんですが、ココイチで低糖質カレーというのを、昨日食べてきたので、そのお話です。皆さんカレー大好きでしょ？ねえ、男の子はとりあえずカレー食わせとけというぐらいカレー好きでしょ？まあむちゃくちゃ偏見ですけど、まあカレー好きです僕は。で、まあとりあえず迷ったらね、ファミレスとかで迷ったらカレーを頼むという感じなんですが、私の自宅の近くに、ココイチがあるのでよく食べています。でですね、低糖質カレーが実はそこなかったんですが、ようやく実装されました。で早速食べてみたわけですね。低糖質カレー、これ何をもって低糖質かというと、お米のご飯の代わりにカリフラワーに切り替わっていると。ですからご飯の分のカロリーが全くないということですね。でご飯ってだいたいお茶碗一杯が160キロカロリーぐらいなんですね。まあメロンパンとかは500キロカロリーぐらいあるんですけど、まあご飯はだいたい160ぐらいで、まあそれが切り替わったと。公式ホームページを見てみました。すると低糖質カレー、カリフラワーライス、ポークソースの場合、要は何もトッピングしないってことですね。そうするとエネルギー285キロカロリーですね。だから多分カレールーですよね。カレールーって結局小麦粉をね、こうトロトロにして作るじゃないですか。多分その小麦粉自体が糖質多いんでしょうね。だから多分カリフラワーだけでしたら、本当に水分と野菜の繊維質ですから、多分100キロカロリーもないと思うんですよね。特に私はミニを食べてきたので、多分100キロ、まあ、あっても100キロぐらいだと思うんですよ。それで285ですから、まあやっぱりね、カレーそれなりにカロリーあるんだなって感じですよね。まあでもお味の方は、まあ、ココイチの定番のお味ということで、全く問題なく美味しくいただきました。ちなみに私は何のトッピングを頼んだか、低糖質カレーと言いながら、トッピング豚しゃぶと、ウインナーですね。もうがっつりお肉を乗せてきました。ですから多分、むちゃくちゃカレー取ってると思います。はい、まあでも油がなければそんなでもないのかな。豚しゃぶでしたらね、油飛ぶでしょうから、まあそれでもまあ線はないでしょうけどね。まあでもがっつりカロリーは入ってますんで、低糖質カレーを食べた意義があるのかというツッコミが聞こえてきそうですね。はい、で食べた感想です。カリフラワーなんですよ。あのブロッコリーじゃなくてカリフラワーなので、結構ね、一粒一粒が硬いんですね。ご飯の大きさに細かくみじん切りにされているものが、あのご飯のように盛られています。でだからある意味こう噛まなければ、口の中にそのカリフラワーライスをバサッとスプーンで、カリフラワーライスだけをバサッと口の中に入れると、口の中をドロドロドロってボソ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 ってなる感じです。要はだから味が全く味がついて、まあ本当にみじん切りを口の中に入れた感じですね。なんかね、独特の食感でした。もう少し柔らかいのかと思っていたら、結構歯ごたえが残る感じの茹で具合でした。なんですかね、もうちょっと柔らかめでも良かったような気はしますが、硬さがゴワゴワゴワっていう方が、
印象に残りましたね。なので一方でおそらく合うトッピングは、チーズ系で、確かメニューに書いてあったのはスクランブルエッグとチーズですね。で多分それが一番合う気がしますね。カリフラワーライス自体がちょっと固めな、なんでしょうね、ゴロゴロ感ジューシーなカット&茹で具合なので、多分トロッとした方が合うと思うので、もし低糖質カレー興味ある方はスクランブルエッグ&チーズトッピングがおすすめですね。多分味ちょっと食べてはいないので保証はできないんですが、多分合うと思いますね。ただ食べながら思ったのは、これ普通にカリフラワーボンボンボンって3個ぐらい置いといて、それにカレーソースかけてもいいじゃんって普通に思いました。それぐらい普通にカリフラワーでした。カリフラワーライスと言いつつ普通にカリフラワーでしたね。まあ以前ダイエットをしたということを話した回がありましたが、まあそういったカロリーとか、糖質とかにはすごく興味があるので、食べてみたという話です。さてカレーなんですが、あのココイチに行って普段は何のトッピングで食べるかというと、私はですね、納豆ですね。納豆、まあ理由があって、一つはまずそもそもカレー自体がやっぱりカロリーが高いので、トッピングこそ、まあ、控えめなものにしたいというのが一つあります。なので野菜系にまず選択肢が絞られます。ですからスープカレーがね、たまに期間限定でありますけども、それがあれば大体スープカレーを私は頼みます。で理由の二つ目、カレーね、納豆、これ意外と合うんですよ。まあですから納豆がそもそも苦手という方には当然おすすめはできないんですけども、これうちの家族にも勧めてみたところ、娘もね普通に美味しい美味しいって、意外と合うって言って結構驚いてました。そうなんですよ、カレーね、なんかね合うんですよね。私もなんでカレー納豆を食べてみようと思ったかっていうきっかけはちょっと忘れちゃったんですけど、誰かがなんかつぶやいてたのかな、ツイッターで。ちょっときっかけは忘れてしまったんですが、ある時そのクリーミーなあのネバネバ感と合うというのが分かったので、ココイチに行くとだいたい納豆カレー、ご飯少なめ、辛さ普通っていうパターンが多いですね。そうだからスープカレーがあれば、まあスープカレーを頼みます。まあ基本的にただ辛いものはそんなに得意ではないので、辛さは普通ですね。そうなので、一人暮らしをしていた時が私も結構長くありました。社会人になってからずっと一人暮らしをしていました。あの頃も楽しかったな。普通に6畳 1K の、本当に普通のごく普通のアパートでしたけど、お隣の住民さんと交流があったり、でアパートとしてのお隣のお宅のおじさんとも交流があったり、なんかねあれはあれで結構楽しかった思い出がありますが、そうなので結構ね自炊もしていました。で当然ねカレー作るわけです。そうだから一人暮らしの時にやっぱりね、あの大きいカレー鍋ってあるじゃないですか。あれはね買って一番最初にちゃんと買い揃えたあの調理器具でしたね。だから結構ね分厚くてしっかりしたものを買った記憶があります。でねとりあえず男の子ですから、こうカレーを作って3日ぐらいそれで持たせるわけですね。全然カレー連続しても大丈夫なんで、カレーでよく持たせてました。でカレーはね何を作ったかっていうとね、結構いろいろチャレンジしてましたね。でもビーフはさすがに高かったからあれか、ポークと、チキンのローテーションだったかな。
そうそう、とにかくカレーをマスターすれば結局シチューにも転べるし、肉じゃがにも転べるしっていうので、一番最初にやっぱりカレー的なこう煮込み的なね、料理を挑戦したのを覚えています。だから今だったらほらホットクックとかでね、チャレンジしてみたいなってね、やっぱりありますよね。あとは圧力鍋、圧力鍋で煮込んでどんだけ美味しくなるんだろうなっていうのはちょっとチャレンジしてみたい気持ちはありますね。圧力鍋ほんといいですよね。パン作りにはまった時にあんこを圧力鍋で作ったらまあ美味しい、しかも早い。あれはね、感動しましたね。レシピ通りやって全く問題なく作れたのはちょっと自分でも感動しました、当時。まあだから今電気圧力鍋っていうのもあるんですよね、確かね。だからそれだったら多分安全にかつできるのかなと思うので、ね、なんか時間ができたらいろいろまたチャレンジしてみたいなというのはありますね。まあでもカレーね、本当作るのも楽しいし、できてからも美味しいし、しかも日が経つと美味しさらに美味しくなるし、で隠し味は僕はコーヒーとケチャップを入れてました。コーヒーとケチャップ、これで僕はコクを出してましたね。カレールーは何だっけな、コクマルとかが定番だったのかな。そうそうそう、大体もう定番が決まってくるんですね。1回だけヨーグルトと胡椒でもうゼロからってやつ1回だけチャレンジしたんですけど、さすがにそれは失敗しました。あれはね、あちゃって感じでしたね。まあ今だったらね、 YouTube でそういうレシピ作り動画とかね、いっぱいあるんで、動画でね学べたらまた違ったのかもしれないですけどね。ああ、そうですね、なんかグルメ動画とかも一回サブチャンネルでやってみたいな。まあでもグルメ系今いっぱいいますもんね。ミラーレスでおしゃれに撮って、インスタグラマーさんがねおしゃれな Vlog グルメ動画とか作られてますからね、無理かな。 そう、なので今日は大好きなカレーの話、あ、でもカレーといえばね、そうそう、カレーパンも大好きなんですよ。カレーパンね、焼かずに揚げるっていうカレーパンね、戦争中にオーブンが使えなくて揚げることで最終発酵してたっていうね、こう、なんとも切ないエピソードがある、いい、美味しいパンですよ。そう、なんていうね、カレーパンも美味しいし、何にでも合いますよね、本当にカレーね。そう、だから本当ね、なんか新しいビジネスチャレンジしろって言われたら、カレーに絡む何かをね、やってみたいな。レトルトカレーとかも、もうひたすらアマゾンの上から順々に買っていくとか やってみたいな。なんか取り留めもなくなってしまいましたので、この辺ぐらいにしときましょう。皆さんも何か美味しいカレーあったらぜひ教えてください。ハッシュタグかぐわ飯でつぶやいていただくか、YouTube のコメント欄などに書いていただけると幸いです。はい、というわけで今日は、ちょっとグルメネタのお話でした。まあ YouTube の方は、そうそう、明日の分をね、もう実は今日セットし終わったので、そういう意味でもなんか気持ち的に余裕が できて、なんかそういう、グルメネタを喋りたくなったっていうのはあるかもしれないですね。まあまあ YouTube 界隈でもまたニュースがあれば明日以降ね取り上げたいと思いますので、ぜひぜひ今後ともかぐわ飯よろしくお願いします。皆さんぜひチャンネル登録、それからグッドボタン、それからぜひこのポッドキャストラジオ番組の拡散もよろしくお願いします。これからも面白い動画作りに挑戦していきますので、ぜひ皆さん応援してください。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない。明日が皆さんにとって良い日でありますように。おやすみなさい。